さて、やるか。ちっ、宿の大軍を俺たちで食い止めなきゃなんねえとはな。侍二人に忍び一人、こいつはさすがにヤバいかもしれねえ。そうか、トシ。俺はワクワクしてるぜ。さすがは近藤さんだ。肝が不定や。いや、そうじゃなくてな、トシ。実は俺、忍者に憧れてたんだ。江戸に出てきた時も、正直侍じゃなく忍びになろうかと迷っててな。おい、何言っちゃってんの近藤さん。江戸の町を守ろうと今まで頑張ってきた新選組をいきなり全否定。この次にあるさらば新選組編どうすんだよ。感動台無しだろうが。まあ待て、トシ。お前は銀玉が終わった後のことを考えているか。作品が終わったら俺たちは失業だ。俺は新選組の奴らを路頭に迷わせたくない。だが忍者なら海外人気もあるし、新たな展開も望めるんじゃないか。実はもうタイトルも考えてある。ゴリラの忍者でゴリトだ。ゴリのパクリだろ。ナルトに寄生する気満々じゃねえか。とにかく戦うでござるよ、東城宇治。ニンニン。それもナルトですらねえ。始めるぞ、泥臭い喧嘩を。戦か、気を引き締めるぞ。さて、俺たちの仕事も片付けますか。まずはこいつらを何とかしねえとな。え、何、その忍術でまだやる気なの。もう決着はついてるようなもんでしょう。バカ言ってんじゃねえ。侍は心が折れない限り倒れねえんだ。こんなもんじゃ足りねえぞ。行くぞ。どうもおまわりさんです。
私もバカじゃないんでね。こういうのがどうだよ。しまった。トシ、屋敷へ向かうぞ。わかった。遊びやがって貴様らだけは絶対に許さん。ドリア、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 この処理でどんどん倒していくぞ。そこだ。さすが近藤さんだぜ。さら追い詰めた浅はかだね。しっ、罠だって。私はそこだ。ハートドリアゾーティア。そこだ。どうもおまわりさんです。強い。それそこだ。それ一丁派手に行くか。
誠の道を選び突き進め。うわコールそこだ。それ、はっ。
までに行くか。誠の道を選び突き進め。うわあ、これでどうだ。いつも叩き ばかりのみやるじゃねえか。どうやら俺の出番のようだな。しつけえな、まったく。いや、あいつが出てきたってことは戦力も徐々に下がってる証拠。ここを好機と見ていくしかない。来な、相手してやる。はい、ここまで、ご苦労さん。まだ嫌がるのか。ずっこいせいや。おら、そこだ、待ち止め。ずっこいせいや。ずるや。待ち止め。そこだ。ずっこいせいや。それ、せいや。おまわりさんです。キャー、それ、キャー、くぞ、行くぞ。何か、何、私は別格みたいな顔してんだよ。わかる。うわっ、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 一丁派手に行くか。まことの道を選び突き進め。うわっ、ドゥーリア。おまわりさんです。そこだ。まだまだ。まいったね。これ決まりだな。なんだっつんだよ。はあ、ずっこいっしょ派手にいくか。はあ、なんのかいけ。はっ、それ、そこ
そうだ、なんだこれ、キは死ぬ。ぶっ飛べ。出てくな。てめえだけ出ていな。私は、私は。そうだ、どうだ。なんのこれ、キそこだ。一丁派手に行くか。誠の道を選び、突き進め。どうやらこれまでのようだ。すまなんだ。そなたら武士は将軍のそばで華々しく散るのが本懐であっただろうに、我らと同じく日陰に散る道に付き合わせてしまったな。どうせ土の肥やしになるなら花道だろうがあぜ道だろうが同じだ。なら俺は俺の大将の隣で死ぬ。言ったな。ならば俺の背中最後まで守ってみろ、トシ。俺が死なねえ限りおめえも俺を置いて死ぬことはあるめえな。やれやれ、できるだけ潔く退場してくれることを願うぜ。案ずるな。どちらが先に行ってもわしの傀儡術で屍を操ってやるぞよ。けっ、笑えねえ冗談だ。行くぞ、侍と忍びの最後のあがきを見せてやら。さて、やるか。奈落の奴らめ、俺と高杉との勝負に横槍を入れやがって。冗談じゃねえ、こんなところで終わってたまるかよ。だいたいいっつもカラスカラスってしつこいんだよ。流行語大賞でも狙ってんのかっつう話だよ。てか何、なんで俺しかいないわけ。ここまで順当に登場人物の紹介も兼ねてここで話してたのに急に一人って。今俺電車で友達と別れた後みたいな真顔で話してるよ。まったく、こういう時こそ地味なやつが活躍できるんだろうが。新星とか、ちょっと一応僕準主役ポジのつもりなんですけど。さあ、ん、今パッツァンの声が聞こえたような。てか、あいつもあいつでどこに行ったんだよ。高杉と俺が会った時からいなくなりやがってよ。あいつも崖駆け下りろよ。なんかいい感じだったろ、あの流れ。何言ってた、みんなあんたらみたいに超人じゃないんだよ。何言ってんだはお前の方だよ。クイリンだって地球人なのに飛べるんだぞ。俺たちにだってできるか。しかもあんたらダイナミックに崖降りただけだからな。てかお前いつからいたの。登場回数少ない。それでは銀さんとおぼろの最終決戦始まります。まあもう決着ついてるけどな。お前は言っちゃダメだろ。
よし、へへ、やったな。そんじゃ、戦闘開始だ。たく、めんどくせえな。私は勝利。白夜叉よ、ここでしまいだ。今の貴様では万に一つも勝ち目はない。それでも抗うなら。なんだこれ。昭陽の弟子たちよ、お前たちの剣はもう手には届かない。こいつが届く範囲は、いや、俺の国だ。とうの昔にその剣は折れていたはず。なのになぜだ白夜叉、お前たちは未だにその折れた剣を握りし、全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。死を切り、かつての友とさえ切り合い、一体まだ何と戦おうとしている。敵ならここにいるさ。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつでどうだ。今も昔も俺たちは変わらねえ。それぞれがそれぞれの胸に掲げた侍になるために、自分自身戦ってきた。俺はこいつの侍を、やり方を認めるわけにはいかねえ。たとえ切ることになってもこいつを止める。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。だがこの世で誰よりこいつの気持ちを知っているの、この俺だ。この世で最も憎んだもの、同じだ。てめえらだけには。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつを斬る資格はねえ。こいつを斬るのも守るのもこの俺だ。それが俺の定めた侍だ。なんだおい、騒がしいな。なんだおい、騒がしいな。おいおい、どんだけ出てくるんだよ。ったく、めんどくせえな。バッキャロー、どんなもんよ。バッキャロー、これで終わりにするぜ。それがダチコーテなの。これで終わりだ。フッ、愚かな。何すんだてめえ。どんなもんよ。いつも戦ってばかり読みやがって。よっこいせ。おりゃ、よっちゃ、よっちゃ、よっちゃ、おりゃ、おりゃ、しつけんだよてめえら。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ここで立ち止まったら魂が折れちまうんだよ。こいつでどうだ。甘いな。相手背中は互いに守り合う。甘いな。それがダチコーテ。何すんだのはね。
さて、決めるか。避けてみろ。よっこいせ。そば。はっ。おりゃ。はっ。がっきゃろー。よっ。おりゃ。よっ。そば。よっ。はっ。よっ。はっ。死ぬな。避けられない。時は死ぬしな。なーに、私は別格みてえな顔してんのに。やっくわざ。話にならんな。てこれで終わりだ。地獄へ帰るかい。知ってんだよてめえら。知ってんだよてめえら。何すんだてめえ。これは避けられない。知ってんだよてめえら。死ねえな。よろずや銀ちゃんだ。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。認めてやるよ。いつも戦った時ばかり飲みやがって。貴様まだ。先生よろしくね。まこんなもんだろ。やはりあの時死ぬべきであったか。逍遥もあの世で嘆いていよう。己の命を賭して守った弟子たちが己がために憎しみに身を焦がし、その命を散らせてゆくことを。さらばだ逍遥の弟子たちよ、死と友のもとへ帰れ。てめえが逍遥語るんじゃねえ。てめえもしかと焼き付けておきな、その目に最後に映した面を。俺か、それともこいつか。どちらがここでくたばろうが、どちらかが必ずてめえらを地獄に送る。生き残る。貴様らは二人ともここで果てる定めだ。さて、やるか。監獄から脱走した俺たちだが、奈落の追っ手が迫ってきた。このまま進めば援軍との合流場所を悟られる。ここで食い止めねえと。まあ、カツラと並んで戦うってのは妙な気分だがな。かつての敵と共に戦うのも意外と悪くないものだぞ。そう、あまり仲良くなかった同級生と悶してたら結構盛り上がった的な。その例えでいいの？なんか違わない？何？貴様、悶に何か不満があるとでも言うのか？問題そこじゃないよね。なんで悶にそんなこだわるの？愚問だな。俺は気配りの小太郎と呼ばれるほどの男だぞ。銀玉のゲームなのだから、
ゲームの話題を振るのは当然の気配りだろう。ならバンナムのゲームにしてよ。肝心なとこ気配れてないよ。始めるぞ。泥臭い喧嘩を。戦か。気を引き締めるぞ。まさか上位志士と一緒に脱獄することになるとはな。まずは港を目指そう。行くぞ。さすがに空いてないか。ならば仕方ない。
戻って鍵を奪うぞ。わかった。おお、いっか。お出ましか。死ぬ。これが鍵か。では再び港を目指そうか。待て、何か騒がしいぞ。どうやら来たようだな、ヤツら。まさか、トチか。ああ、お前の仲間たちがな。さて、先の道は危険だ。森から向かうとし。Yeah!
剣に迷いのある奴は死ぬ。これを触れてやろう。そこだ。ハンドイクだ。ぶっ飛べ。ぶっ飛べ。タイトも俺の前は出てねえ。出てくな。てめえだけ出ていきな。私は私は。使っちまった。なめられたものだな、上位志士桂小太郎と新選組局長近藤勲。俺たちに差し向けられた資格がこっ、これだけとは。俺たちを潰してえなら軍隊一つ引き連れてくるか、それとも近藤勲を、桂小太郎を連れてこい。これで全部か。茶番はおしまいです。時間切れです。こそこそ隠れてないで、早くお友達を助けに行かない。みんなあなたのために死んじゃいますよ。そんなことは我々も望んじゃいない。彼らはあなたを救うためにここへやってきた。ならば彼らを救う方法は簡単。あなたが死ねばいい。まことの道を選び、突き進め。生きてもう一度あいつらに会うために。お前が死なねえ限り、俺が死なねえ限り、俺もお前も死なねえ。あなたの先には勝てません。どうした？もう終わりか？それ！ゴーリャン！
そろそろ限界じゃないですか、近藤さん。思い知らせてあげましょう。おまだだ。水まで追われるか。何の剣に迷いのあるやつは死ぬ。一丁派手に行くか。誠の道を選び突き進め。うドゥーリア終わったぞ。終わりだな。やかましい。カギックキャソリン、またそこに。終わりだな。俺だってやるときゃやるさ。おいし。あなたたちはどんな侍になりたいですか。わからんよ。きっとそいつは侍になっても侍として死ぬ時が来ても答えなんて出ないことなのかもしれん。だがそれでいい。俺は思う。侍のあり方は一つじゃない。迷い、悩み、自分のありかを追い求める、その姿勢こそが侍なんだと。だから探し続けろ、あがき続けろ。自分だけの誠の道を選び突き進め。そう、俺たちの名は新選組だ。よっしゃ。さて、やるか。春雨も奈落もあらかた撤退したが、まだおぼろのやつが残ってやがる。俺のことをわざわざ片付けに来たらしい。まあ野郎がどんなつもりだろうと、俺が先生の仇を逃すわけがねえ。すぐにでも地獄に送ってやるぜ。やれやれ。相変わらずおまんは血の気が多いの。おい、なんでてめえがここにいる。ここはお前のいない場面だろうが。なんじゃ細かいの。わしらの中で水臭いぜよ。てめえとはどんな中でもねえ。何を言う。わしらはアニメのオープニングにしか出番がない中じゃろうが。ああ？出番がないのに人気投票の順位が高いのも一緒ぜよ。うん、貴様らのそれには全く納得がいかん。ズラ、てめえまで来てんじゃねえ。ズラじゃない、カツラだという決め台詞もあるし、出番も多い。ギャグもシリアスもこなせる。そんな俺がなぜ人気投票では高杉に勝てん。何が足りんというのだ。おいおい、おつむの中身が足りねえんじゃねえの。もう何も言わねえぞ。やはり大河の主役が大事なんじゃないかの。いつまでそのネタ引きずってんだ。やっぱりたまに出るから物珍しいんだろ。でも本当にこいつ最近までは何もしてなかったんだぞ。おぼろが片付いたら次はてめえらだからな。よし。
準備はいいか、おめえら。全部壊す。これで終わりだ。春雨が引いたというのに、なぜお前はここにいる？やるじゃん。虫けらに負けた言い訳でもするためか。やるじゃん。知っているからさ。天に届くまでの羽ばたきを見せる。抗うことをやめぬ虫けらがいること。同じ男から羽をもらった私は知っている。同じ男？お前の担いだふざけた化けガラスと先生がか。吉田松陽は死んだよ。そしてその仇は今俺の目の前にいる。どちらでも構わんさ。それが吉田松陽であろうと、虚ろであろうと、私はただあの方の生涯を覗くだけ。この残された命の日々、お前の羽を焼き尽くすだけを。これは避けられない。こういうのは飛ぶ。俺はただ壊すだけだ。てめえ、どうだ？やるじゃん。どうだ？てめえ。出てくなら、てめえだけでできな。私は、私は。邪魔だ。どけ！てめえ。これで終わりだ。地獄へ帰るがいい。これは避けられない。避けてみろ。やるじゃん。こいって、やるじゃねえ。ひょっとして全部バレちゃってます。ならんな。やるじゃねえ。やるじゃねえ。ここはてめえら全員の首切り台だ。甘いな。吹き飛びな。俺はただ壊すだけだ。てめえもぶっ壊されてえか。踊り狂え。帰るぞ。消化損軸へ。その目にしかと焼き付けておきな。出てくならてめえだけ出ていきな。私は、私もお前も同じだ。己の弱さゆえに死を失った。あの人を捕らえさせたのは私だ。俺の勝ちだな。まあまあだな。俺はこんなもんじゃねえぞ。よっしゃ。もう二度とあの人を裏切りはしない。だがお前は取り戻すと誓った。たとえ死を殺めようとも。ならば死からもらったその魂が朽ち果てるまで抗い続けろ。それが俺たち吉田松陽の弟子だろう。
遺言を頼めますか。私の弟子に。君のおかげで私はあの子たちに出会うことができた。君のおかげで私は吉田松陽になることができた。ありがとう。そしてすまなかった。できることなら会わせてやりたかった。あの子たちと私の自慢の一番弟子を。とくと見ました先生。自慢の弟弟子たちを。よし、よっしゃ、必ずここに帰ってくるぞ。行くか。